関連でね、その関谷さんが今話題にされたこのフランスでのね、はい、ありましたけども、このニュースに関連で、移りたいと思います、はい、国連特別報告者山城氏拘束で是正求めるというね、うん、山城氏ってまさかあの人のことですか。深入り参りましょう。共同通信によりますと、沖縄県のアメリカ軍基地を巡る抗議活動中に逮捕された沖縄平和運動センターの山城宏司議長の身柄の拘束に関し、国連の特別報告者らが国際人権法上問題があるとして日本政府に速やかな是正を求めていたことが分かりました。山城議長はアメリカ軍北部訓練場のヘリコプターの離着陸場所建設の抗議活動に伴って有刺鉄線を切断した器物損壊の疑いで去年10月に逮捕された後、3月中旬までおよそ5ヶ月間にわたって拘束されました。これについて国際人権法の専門家を含む国連の特別報告者ら4人が連名で緊急アピールをまとめ、長期間の拘束などには国際人権法上問題があるとして今年2月に日本政府に対し速やかな是正を求めたということです。これに対し日本政府は先月、国際人権法上も問題ないなどと反論する回答を送りましたが、人権団体は緊急アピールが保釈への圧力になった可能性があると指摘しております。日本の左翼は国連を非常に狡猾に利用しますよね。そうですね。うん、だからもうこの先ほどもちょっと話に出ましたけれども、その国連報告者っていうのは別にこの人が勝手に喋ってるわけで、はい、別にそれは国連の総意なわけでもないですし、はい、ね、百田さんおっしゃった通りこの人たちはもうボランティアで動いてるわけですよ。でも、はい、日本にやってきて、もう本当に日本を貶めるような、はい、そういうふうな発言ばっかりをこう繰り返しているわけですよね。で例えば有名な方でデイビッド・ケイという方がいらっしゃるんですが、はい、この方はその日本の女子高生の最初 30% って言ってたんですよね。それが30と13の違いで、後で13、13% って言い直したんですけれども、まあ売春をしてるって言った。じゃあ誰がその人にそういうのを踏み込んだのかっていうようなこととかを、まあこれ分かんないんですよ。デイビッド・ケイさんはその情報も明らかにしませんよね。日本の報道がおかしい言うんですが、その日本の報道がおかしいということを、まあ、国連とかで発表するんですが、じゃあそれ誰に聞いたんか言ったら、日本の匿名のジャーナリストとか、匿名の文化人で言うんですよ。つまりそれ誰やねんそんなこと言うた、お前あんたにそんなこと言うたっていうね。それは明らかにしないでね、で日本の報道が歪められてるともう国連で言いまくるんですよ。そうそうそう。でなんか非常に圧力をかけられてるで、全然圧力なんかかけられてないですし。今回共謀罪に関して、手紙を書いた人いますよね、なんとかケナタチさんというと、これも特別、国連のなんとか報告者ですね。でこれも彼の勝手な手紙なんですけど、ところがこれをまるでその日本のその新聞なんかは、左翼系新聞なんかは、これをその国連の総意や、その共謀罪はだから国連が怒ってるぞというふうに報道するわけですよね。ほんでね、先ほどね、先ほどもう僕が前から言ってるように、いわゆる国際組織犯罪防止条約はですね、世界の180何カ国がもうすでに批准しているわけですね、じゃあその国連報告者は180何カ国に全部同じ手紙を送ってるのかということなんですよ。送ってない、日本だけ送ってるわけですよ。どういうことなんですね。いやそうです、で結局ね、私これ本当にマスコミの報じ方だと思うんですけれども、例えば私たちも国連に行って発言しました、女子差別撤廃委員会とか人権理事会も行って発言しましたけれども、日本のマスコミ一言も杉田水脈がこういう発言をしたぞということをどの新聞も書いてくれないし、歴史線というコーナーの中で産経新聞が書いてくださる程度で、後の新聞は完全無視ですよ。でも山城さんが国連に行って今度人権基本理事会でこんなことしゃべるぞっていうのは、もう行く前から毎日新聞とか朝日新聞をはじめとして、まあ、沖縄の琉球タイムズとかああいうところが大々的に報じるわけですよ。だからやっぱりね、これ日本のマスコミのあり方って、向こうはすごく圧力かけられてるって言ってますけど、報道しない自由っていうのを使ってるのはあっち側ちゃうかったって私はすごい思うんですよね。あと特別報告者ね、これで有名な人言いますと、慰安婦問題でよく語られるクアラスワミ報告ってありますね。このクアラスワミいう方もこれ特別報告者ですね。スリランカの方でね。はい、でこれももういわゆる先ほどまあ杉田さんもおっしゃってましたけど、これみんな無報酬なんですね。でとか無報酬で世界各国に行って、そういうことを発信するってね、じゃあその金どっから出とるんかってことなんですよ。だからおそらく彼あるいは彼女たちの行動のいわゆる活動費を、誰かが出してるんですよね。で、要するにそれは、彼らを利用したいという目的の利用するために、はい頑張ってるその活動家なんですよ。あるいは団体なんですよね。朝日新聞が慰安婦問題で誤報を認めた記事を出しましたよね。あの後日本政府の方は熊良恒さんの方にこの報告をまあ撤回してくださいみたいなことを訂正をしてくださいっていうのをお願いをしてるんですが、彼女はいまだに首を縦に振ってないんですが、もうね日本の政府の人たちがスリランカに日産をして、どうかこれはこのまま守ってくださいっていうようなことを言ってるから、そういうお金も持ってるんですよ向こうは。何がね。そうでまあ慰安婦問題に関しては、まあこの間杉田さんがね2年前ですかね、まあ国連で、実際にはそういう強制的なもう慰安婦はないんだと、強制連行の事実は全くないという時に、まあ国連みんな委員会みんなびっくりしたんですが、それ以前も実は30年前からもう20数年前から、日本のそのまあ弁護士、それからある市民団体、まあこれみんな反日の市民団体、あるいはプロ市民といわれる人たちが毎年自費で国連に行ってずっと世界中にそれを訴えてきたんですよ。だからね、つまり国内戦ではもう勝てない議論では勝てないということで、いわゆる国連を利用して国連からつまり外からの圧力でその慰安婦を認めさせようというね、そういう活動をずっとしてきたんですよね。国連っていうのは、私も自分の本の中で詳しく書きましたけれども、その政府を指導する側で市民の意見を吸い上げて政府を指導するんですね。で市民っていうのは NGO なんですよ。だから NGO のいうことを鵜呑みにしてるわけです。で結局日本政府は女子差別撤廃委員会の中で、一応その中で口頭ではありますけれども、強制連行も性奴隷も全部否定したんですね。で朝日新聞のその誤報記事のことについても触れたんですけれども、その時としての最終見解というものはもう全くそんな発言はなかったかのように、かつての言い分といいますか、 NGO が言ってきたことだけを取り上げて最終見解として日本に勧告出してるんですよね。今回の、拷問禁止委員会というので全く国連とは関係ないな、そうそう、女子差別と同じ立場なんですけれども、あそこのところでも、韓国の NGO が出したことをそのまま鵜呑みにして、日韓合意、日本はちゃんと10億円も払ってますし、それを7割もの慰安婦が受け取っているというようなことの事実は全く考慮されないまま、ああいうのが出てしまったと。片手打ちも甚だしすぎますよね。だから本当にね、外務省あるいはその他にももっとそういうそのカウンターの団体が必要ですよね。そうですね。私ね拷問禁止委員会はちょっとね、ノーマークだったというのは、対日審査という日本の審査があるのは来年なんです。で、だから来年はそこの委員会の中で慰安婦問題というのを糾弾されるっていうのは分かってるので、来年はなんとか手を打たないといけないと思ってたんですけれども、今年は対韓国審査の年だったんです。で、まさか対韓国審査の中で日本を非難するような韓国が出てくるとは思ってなかったので、そこはノーマークだったんですよ。盲点ですよね。本当杉田さんもご苦労が絶えないこととお察ししますが、まあでもね、こういう情報はやっぱり重要ですから、多くの人に知ってもらうことがね。いや、国連云々ってのはその女性差別撤廃委員会の例の皇室がね、女性差別云々なんて口出ししてきた時がありましたよね、去年ね。全然分かってないですね、もう。とんでもない話でね。国の事情も知らないくせに勝手なことを昔やってもらった。フランスって男系社会なんですよ。で、結婚すると男性の姓を名乗るんですね。で、今婚外子増えてますから、お父さんがいない子供とかいるんですが、認知したら無条件に父親の名前になって、もう非常にね、男系というものを尊重してる国なんですよ。それで、そうなんですかって私も言ってびっくりして、じゃあなんでこんな国連とかからね、日本だけがね、男系はおかしいとかね、男尊女卑だって言われないといけないんですかって私が聞くとですね、それ杉田さんの本の中に答えがあるんですよ。言われて、日本の左翼が頑張ってるからですって言われたんですよ。さっき言ったね、日本にだけね、その共謀罪おかしいって言ってくるわけですよ。直球の回答ですね。まあ、男系の話。